皆さんこんにちは。今回は沖ノ島の旧道にあるトンネルに向かってみようかなと思います。現在は使用されておらず観光地として使用されております。落石の危険性があるため通り抜けることができないけれども、上側のルートと下側のルートがあるので両方から今回は進行します。まずは上側のルートから進入していきます。こちらは比較的綺麗な道というか進みやすいのかな。結構景色もいい感じで、どうでしょう。目的地に到着いたしました。上側のルートはこんな感じです。もう目の前にねトンネルがあるんですけども、この先は進めません。右側の階段から進みます。ちょっと足元が悪い感じですけども、どうでしょう。ちょっとねこの辺の岩っていうのは特殊な感じですよね。なんかセメントのような感じもするんですけども、もともと火山から作られた沖ノ島ということで、本当にあの独特な形、独特な岩をしております。こちらが噂の福浦トンネルですね。おそらくこちらは初代だと思います。昔は船を行き来して、それぞれの村に行っていたんですけども、こうやってねトンネルができて船がなくても徒歩で陸地で移動することができるようになったそうです。おそらく情報によれば明治の初期に、トンネルはできたということです。本当にあの綺麗にできてますよね。おそらくこの左側に見えるのが、2代目というか、初代の次のトンネルでも今は使われておりません。この岩を触ってみたんですけども、意外とね脆いので、やはり落石の危険があるのでこのトンネルは使われなくなったのかなって思いますね。結構この海岸沿いにもね大きい岩がゴロゴロ、あるので、まあ、落石ね山の上から落ちてきたのかなと思います。上側ルートはこんな感じでございました。こんな感じですね。これですね、福浦トンネル。続いて下側ルートから進入していきます。これあれじゃないですか、これ韓国のやつじゃないですか。日本でも見るんですけど、これハングルですね、文字が完全に見ますね。流れてくるんですか。この沖ノ島はずっとさらに北に行くと韓国とロシアのあたりにぶち当たるんで、おそらくそういうところから流れ着いたものなのかなと思います。先ほどこの道をずっと行こうとしたんですけど、どうやら U ターンできそうもなさそうな道です。良かったですね。なんか
あ、でもですね。お、一つ目のトンネルが。残念ながら進めるのはここまでのようです。残念ですね。ちょっとなんか物足りないですけど、船に乗ったら多分あそこ見せてくれたりとかね、しますよね。ここで発見したのは日本海側あるあるの異国からのゴミを発見しました。韓国のゴミですね。コーヒーの、こちらも韓国コーヒーのやつですね。チャリスのプラスチックペットボトル、ないっすね、ビンスね。日本では見かけないものですね、ペットボトルのタイプは。こちら中国のお水ですかね。あ、これコリ、コリ、コリアですね。中国、中国、中国、あ、コリア、コリア。で、ロシア語のペットボトルもありました。ロシアの。おお。こんなの見たことないですよね。ね、やつがありますね。あんまないですね、全然音もなくて。リアル。お、注射器がありました。注射器が、針はついてないですけど、こんなものが流れてきたりとか、まあこういう日本海側でも、まあ、韓国のもの、ロシアのものが流れたりとすれば、お互い様ではあるんですけど、まあ、なんか、すごいですよね。なんか中国の化学薬品の。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。